はい、ファンゴッホです。ホンダの魅力はですね、まず一つに超良血の血統背景、そしてもう一つは2歳チャンピオンに輝いた競争成績、こちらになります。父アメリカンファラオは37年ぶりにアメリカ三冠馬に輝き、その年のブリーダーズカップクラシックにも勝ったほどの名馬です。種牡馬としても優秀で、北米新種牡馬チャンピオンに輝き、すでに G1 勝ち馬も輩出しておりますが、日本での活躍も目立っております。数少ない輸入馬や持ち込み馬の中からすでに2頭の G1 勝ち馬が誕生しており、日本競馬への適性は抜群です。また母イマジンはイギリスオークス、アイルランドセンギニを制した選手で、繁殖成績も素晴らしく、本場の他にもフランス G1 ジャンリュック・ラガルデール賞を制したホレーショ・ネルソンを筆頭に4頭の重賞勝ち馬を生んでいます。そしてトボ・ドフ・ザ・ダービーも名繁殖牝馬です。イギリスダービー、アイルランドダービーを圧勝し、続くキング・ジョージではコバ相手に7馬身差で圧倒したジェネラスを出しています。さらに牝馬ながらフランス G1 モーリス・ド・ゲスト賞3連覇を達成するなど、コバに混じって G1 6勝を挙げた名品ムーンライト・クラウド、日本では皐月賞馬 D ・マジェスティ、スプリンターズ・ステークス勝ち馬タワー・オブ・ロンドンも同じ結婚品系出身です。そして競争成績ですが、デビューは2歳の7月でした。未勝利戦で4着には売れますが、2戦目には重賞のサイロスステークスに参戦、ここでいきなり2着に好走します。その後も重賞で2回の2着があり、 G1 初参戦となったクリテリウムアンテルナショナル、フランスサンクルー競馬場で行われたマイル戦ですが、道中は最後方を進み、直線でゴーサインが出されると瞬く間に全馬を抜き去り先頭に立ち、終わってみれば4馬身差の圧勝でした。この一戦が評価されて、その年の欧州最優秀2歳牡馬に選ばれますが、今にして思えばこの時タイトルを争ったメンバーがものすごい馬たちでした。イギリスの2歳 G1 最後方デューハーストステークスを制し、翌年は欧州年度代表馬に輝くセントマークスバシル、フランス人ジャンリュック・ラガルデール賞を制し、翌年にはイギリスチャンピオンステークスを制すシリウェイ、イギリス G1 フューチュリティトロフィーを制し、翌年のアイルランド2000人を優勝するマックス・ウィリン、これらの強豪馬と同じ1勝という条件で並んでいた中で、本馬が最優秀2歳牡馬に選ばれるということは、それだけクリテリウムアンテルナショナルでの本馬のパフォーマンスが高く評価されたということでしょう。本馬の前に向かって最後の直線に向けた束を一気にかわしたり、そして置き去りにしたスピードは種牡馬としても大きな武器となるはずです。皆様ぜひよろしくお願いいたします。